天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画領と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。孫権は降伏勧告を入れなかったか。ふん、状況も分からず吠えるか。まさに獣だな。まあいい、ならば狩るまでよ。よし、おいら泳ぐ練習をするぞ。船から落ちても曹操様を守らねえとな。いや、お前は泳がなくても浮くんじゃねえか。っていうか船から落ちちゃダメだろう。ふん、巨長の言う通り、船から落ち泳がねばならぬ時もあろう。そういった想定や覚悟もしておかねばなるまい。ここで孫権と劉備を討てば天下の平定は目前となろう。全軍水上戦の構えで海戦に備えよ。殿、戦の舞いながら失礼いたします。殿の義公就任についてお話がございます。義公。殿は間もなく天下を平定せんとしておられます。古より人心として殿より功のある方はおられますまい。ならば義公の位を受けても何ら問題はないと思います。お待ちください。その話には賛同しかねます。義公となれば帝から借り受ける形ではなく、ご自身の兵と領地を持たれることに。そうなれば官室の臣として官室のために戦うという大義が失われます。多くの人の目には簒奪が狙いだと映るでしょう。新たな断りを敷くには大義を伴う必要があります。だからこそ曹操殿は帝をお迎えになったはず。この話はそれを覆すことに他なりません。純一、当初この件は保留とする。今は目の前の決戦に集中せねばならん。この戦で乱世を終え、それから考えるとしよう。間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが時間が足りんな。近辺に水賊が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ真実を見極める必要があるでしょう。
うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。おいら水軍の訓練を任されただ。続討伐がいい訓練になるって聞いただ。え、おいらと一緒にやってくれるだか。
この辺に薬をくれる人がいるらしいな。船酔いに効く薬が欲しいんですね。船酔いに効く薬を届けてくだされたわ。待ちな、船酔いを直したいんだって。船をみんなつなげちまうのさ。なるほど、それはいいことを聞きました。任務は果たされた。士官よ、これで決戦の準備は整ったか。ああいいね、その調子で頑張んな。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言っても、もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度ですか。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの
不安かもしれません。風が強いな。先ほど二滝の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが、家計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというし、そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか純優殿。この時期、長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り、孫権、劉備を討つ。水上の不利は兵数と知恵で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し、天下を制さん。おこの西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。曹操軍が現れたぞ。あり手の矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。嬉しく思います。
進むまで。 素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。目標は決まった。いざ進軍開始。まったく、宝刀先生様様だ。見
せばはたっぷりつけてたな。もう撤退してもいいだろう。敵の道ひと進むまで。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうもこうでしたな。これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎痛恨よな。
みすみす敵の策を許してしまうとは痛恨の極み。なれどいかなる苦境を乗り越えてこそ無人、この超文献の部にて結露を切り開かん。味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。殿のお姿も見えず陣形も崩された。もはやこの戦の勝機は失われたか。城陽へ撤退せよ。生きて必ずやこの雪辱を果たさん。私にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らん。もう姿を見せよ。今は無事であられると信じるのか。敵はこれを狙っていたのか。なあ、諸葛亮の策ってこれだけなのか。もしかしてまだ何か企んでるんじゃ。郊外殿の降伏全然怪しまれなかったみたいだな。おかげで家計は大成功。曹操軍らかなり慌ててるみたいだ。構えて正解だったよな。読まれていましたか。味方を逃がさね。これをダッシュする。爪の局面でしくじったか。だが戦の流れを変えるほどではあるまい。小さな勝利、劣勢を覆す足がかりとして見せましょう。超文猿が討ち取った。負の道ひた進むまで。
この地は趙文燕が制圧した。趙文燕が制圧した。味方がチリジリになってしまいました。味方を一人でも見つけたら教えてください。まさにヤブヘビだったな。引け引け。助かった。ありがてえ。砦の門でお待ちしています。
お助けいただきありがとうございます。これで皆と合流できますわ。さあ行きますわよ。敵の急所私たちで奪い取るのです。怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。来たか。急ぎ両党にも敵の接近を知らせよう。命は我が輩が守る。帝徳坊が手腕徳富よ。我が輩としたことが何たる不手際。流行に知らせを送る隙すら見出せるとは。無の道ひた進むまで。おじいさん、いい感じですわよ。制圧した。将軍方の王位を探してみてはいかがでしょう。敵将、
ち取った。武の道、ひた進むまで。
性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。救出できる兵はこれで。ありがとうございます。これ負の道ひた進むまで。小さい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。序文教、半端な覚悟では戦場に立たん。陰の不良、この門を守り抜くのが自分の役目。ゴーリター筋を通してもらおう。陸戦で曹操軍に一律の長があるのは筋、それを覆せなかったのは自分の不覚だ。敵将、趙文燕が討ち取った。お存じに。陰の不良、いい感じですわよ。敵では周遊殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。やはり俺はまだまだ不甲斐ない。周遊殿に習い、学も武ももっと励まねば。こっち側から来たのかよ。聞いてないっての。
父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかもむしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうと。ふん、あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。王徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓の全てをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。まずは国力の回復と戦力の再整備を急がねば。うん、士官の言う通りよ。皆各々の再感で体制の立て直しを急いでくれ。